ルフィビビが最高に対するみんなの反応を見ていくぜ。読み直してみたけどやっぱりルフィビビが最高だと思う。ルフィの初恋だからな。ルフィ。ビビが見合いを断り続けてるのはそういうことだと思ってんすがね。基本的にルフィとビビの間に恋愛感情はないと思ってるけど、その部分に関しては深読みしたい。恋愛感情があるかどうかはともかく、男のハードルはめちゃくちゃ上がっていそう。王族のコーディの一族にするな。あまりに王道なヒーローヒロインしすぎてる。海外勢もここまでやってくっつかないのは嘘だろってなったらしいんすがね。口座は捨てといて。こいつはコブラ王を信じられなかった時点でキャラとして終わったからな。今のビビの眼中にもなさそう。イム様の嫁にされそうなのが怖い。この人割と海賊向きの性格してるから、あのキャラもノリノリだったよ絶対。ねえルフィ、王族はやめときなよ。いやー、死人と結婚はできねえからな。よほほ。おめえは例外中の例外だからな。ビビを生贄にミスオールサンデーを船に召喚。アラバスタ編ターンエンド。結婚とか恋愛ってのは想像できないけど、ルフィの子を産むってなると波な気がする。ルフィとそっくりだったらしいロジャーがなんだかんだ子供作ってたってのがでかいよな。レベッカや弱星がルフィのことをどう思ってるのか聞くの怖いだろ。恋愛感情とかそういうの抜きでビビとウソップの絡みが好きだった。ドラム王国が特にいい。海賊王なんだから嫁いっぱいいてもいいだろ。人は死ぬぞ。ノルフ賢すぎるだろ。Q がお似合いだと思ってたのに他に相手見つけててガチショックだった。ちょっと待て、さすがにそれはないだろ。まあ Q とは武蔵と小次郎だと思うんすがね。適当に子供作って妻と一緒にすぐ捨ててるヤソップ、割と本当にガチクズな気がしてきた。ビビはもうコブラ王の元に行ってるよ。ヤマトと白重がくっつくってマジ。ビビとルフィの子ってすごまじ一筋になるな。サボってただでさえ良いところないのにコブラ殺したのかよ。まずは事実確認だ。口座。口座の名前は雑魚をもじっただけだった。妻子持ちを海に誘うシャンクスもどうかしてると思うんすがね。腕がいいし。やっちまったもん、はしかたねえ。多分ウソップの母親が送り出しただろ。正当な幼馴染なのにほとんど語られない口座すごいだろ。幼馴染は負けフラグなんだろ。でもルフィには波っていうヒロインがいるしな。ねえルフィ、あの後悔しいらないよね。口座は一番辛い時期に助けてくれるどころか思いっきり敵対しちゃったのを本人が一番後悔してるだろうからな。口座は引け目あるから絶対ビビとくっつくことはないだろう。ベルビビは？俺もビビはなんやかんや口座とくっつくイメージだわ。まあ理性があってかっこよく書かれてた時代のルフィの最大のヒロインだからな。今は理性なくてかっこ悪いって言いていいのかよ。二課が進んでいくにつれて理性失ってくの怖いだろ。最後ビビに船乗って欲しかっただろ。でもな、役割がな。めまいダンスがかりだろ。うるせえ、行こう。気持ちは理解できたし納得もしたけど、やっぱりしばらく寂しかった。また話の中核になりそうで嬉しいけど、ひどい目にはあって欲しくないので複雑。ルフィ・マーガレットこそ至高のカップリングだよな。俺はクロコダイルをぶっ飛ばしてエンダのとこかっこよすぎだろ。誰だよあいつ。二年後会った時にマーガレットがルフィにドキドキしてたのはそういうこと。やっぱマーガレットが一番可愛いよな。こんな部屋があるからいけねえんだからの。何だけ真意に気づいたありがとうはだいぶ来てると思ってんすがね。ルフィビビは今後書かれる再会シーンでまた爆発するけど。ルフィ歌は今後書かれる再会シーンでもっと爆発するけど。親父が殺されて本人失踪は不安すぎるんで、とりあえず無事な姿を確認したいと思ってんすがね。実際にはルハン推しも多いと思ってるんですがね。でもなぁ、初登場で犬猫蹴りはなぁ。女が島編のヒロインはマーガレットだと思ってんすがね。麦わら帽子の修復という非常に大事な役割を任された波が制裁。ハンコックは結婚はしねえってはっきりルフィに言われるの。逆に気持ち自体はしっかり伝わってていいと思ってんすがね。ハンコックのルフィに惚れる経緯が惚れるなってのに無理がある経緯だからな。ルフィと過ごした時間が一番長いのはハンコック。マーガレットの方がヒロインっぽく見えただろ。ゾロのヒロインはサンジがいいと思う。もう行っちゃっていいかな。ルフィビビは確定だろ。うせろ。ビビは環境大臣やってる口座と付き合うでいいよ。今巻き込まれると最悪死ぬし。ルフィにとっての一番はゾロ固定だから、みんな二番争いしてるんだね。ビビの見合い写真捨てといてはそういうことだと思ってんすがね。アホ抜かせ。ハンコックしかいないだろ。